これから秋山製鋼株式会社の紹介を始めます。よろしくお願いします。お願いします。まずは会社のメイン業務を含めた自己紹介を簡単にお願いします。はい、当社秋山製鋼は機械加工用の材料、鉄ステンレスの棒鋼を作っている材料メーカーになってます。材料の形状は丸六角などでして、当社が作る材料から自動車、医療、産業機器等の部品をお客様の方で製造していただいてます。ありがとうございます。今回の展示会での一押しの製品を教えてください。はい、今回の展示会では2点おすすめの展示品がございます。で、1つ目なんですけれども、年々厳しくなる環境規制、こちらに対応した材料を展示しております。鉛フリーの開削鋼なんですけれども、環境規制に対応しているだけでなくて、加工性、削りやすいという特徴がありまして、お客様の部品加工のコスト、こちらを下げるという、こういった点に貢献しています。2つ目なんですけども、こちらの製品は部品加工で発生する曲がりや変形を防いだ材料です。シャフトの曲がり矯正などの工程を省くことができまして、こちらもお客様の部品製造のコストダウンに貢献しております。ありがとうございます。他社製品と比較した時の強みを教えてください。はい、当社の材料は高精度である点や、材料のラインナップが幅広いというところで、お客様のさまざまなお困りごとに対応できるというところが特徴です。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。はい、お客様の材料選び、こちらから見直していただくことで、新しいものづくりにつながると思います。材料の情報は当社のホームページにございますので、ぜひご覧いただけたらと思います。ありがとうございます。以上、秋山製鋼株式会社の紹介でした。